お元気ですか？谷村新司です。連日猛暑が続いておりますね。おそらくあなたもオリンピックで一喜一憂しながらのお時間を過ごしているのかななんて思ったりしております。お散歩を毎日しておりますけども、最近ではできるだけ涼しい時間帯を選んでお散歩するように過ごしております。今日もあなたと一緒にゆったりゆっくりとラジテレ始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは夏の旅です。今谷村は全国ツアーをやってる最中で、前半戦が無事に皆さんのおかげで終了しまして、夏休みに突入しております。でもね、この旅をしてて、今年つくづく思ったのは、年々気温が上昇している日本各地で、体温を超える、そんな空気の中で、しかもマスクをつけながらしている旅っていうのは本当に大変だなと実感しました。もう今年来年以降は7月8月は休む時だと改めて実感している、今年の夏の旅だったんです。そんな気温の上昇とともに、コロナ禍の中で、コンサートができることへの、感謝、これに包まれながらの、そんな今までとは一味違った旅でもあります。ツアーの前半戦の山場は、1週間かけて3つの県を移動しながらコンサートをする長旅、広島県の三原、そして岡山、そして島根県の出雲、もう本当にね、これぞツアーそのものという旅感いっぱいの毎日でした。今回、初めて知ったんですけども、広島県の三原市、この町の名物がタコ。今写真出てるかと思いますけども、広島県三原の名物はタコでした。駅前にはタコのオブジェが飾ってありました。そしていただいた生タコの刺身、これも新鮮で絶品でしたね。もう箸が止まらないという。やっぱり瀬戸内っていうのは海産物、なんか日本海側とまた違った魚の種類とか、そういうのがあって、海産物を楽しむっていうのは改めて実感しましたね。